勤労動員戦争が長引くと兵器の生産が求められ食料の増産も必要となったところがこれを支える労働者が兵隊に取られたのでそれを補うため女子や学生が動員されることとなったもともと学生は1938年の国家総動員法によって 中学低学年は3日、高学年は5日、農作業や防空壕作りなどに、小学生は農園に奉仕することが決められていた。それが太平洋戦争に入ると、奉仕は動員に切り替えられ、兵器工場や食料生産に借り出されるようになった。1944年には、商業学校は工業学校に変えられ、 さらに工業学校は工場になるという学校工場化が進められた。1945年2月には決戦教育措置要項によって国民学校初等科を除く全学校が1年間授業を中止して軍需生産と開墾などに当たることになった。国民学校初等科生徒も 工程を再現に切り替えた学校三栄などで食料増産の一役を担った青森市でも中学生は市内の工場大宮三沢をはじめ遠くは神奈川県の軍需工場にまで動員されて長時間過酷な労働について体を壊す人も少なくなかった工場に行かない人は親の開墾をはじめ 食料生産に汗を流した。勉強はしたくてもできない時代であった。配給制。配給は軍需優先で生活物資が不足してきたため、経済を統制するため1933年に決められた。最初は石炭だけであったが、物が不足してくると、やがて 石油木炭と広げられてきた戦時体制に入ると物資はますます不足し1942年からは物資統制令により切符による配給制度が行われるようになったこれは非常時であることを国民に認識させる節約を徹底させる生活必需品を公平確実に配給する やみ格を防ぐことを狙ったものであった。配給は米、味噌、塩、醤油、砂糖、野菜、酒、タバコなどの生活必需品から手ぬぐい、さらしなどの衣料品、下駄の果てまであらゆるものが対象になった。ものを買うときはこの切符がなければいくらお金があっても買うことができなかった。ちなみに、 医療の購入券は1年に1人都市部で100点、軍部では80点の切符が渡され、例えばワイシャツ1枚は12点という具合であった。青森市では家を逃げ出した者には廃棄を止めるという通達を出したため、空襲の前夜までに続々帰ってきて、被害を大きくしたのは今も語り継がれている。 隣組防空演習隣組は1940年町内会ブラック会の下の地域組織で向こう3県両隣5県から10県を単位に作られた現在町会にある藩のようなものであるが食料や生活必需品の配給のほか防空演習動員 教室などの行政の実行機関として用いられた。それは国策に沿った末端の組織であったので、隣組長など役員は率先してその仕事をするよう求められた。防空演習は空襲から建物などの被害を守るために行われた演習で、隣組や町内隊員、また職場や学校などで定期的に実施された。 ブリキ製のバケツに水を入れ、リレー式に次々と手渡し消化するバケツリレーや、ひたたきで火を消す演習などをしたが、実際は何の役にも立たなかった。むしろ防空演習は実局を分からせる啓蒙宣伝に狙いがあった。1943年の防空筆記では、防空必勝の誓いとして命を投げ出して持ち場を守る。 最後まで立たなく戦い抜く命令に服従する力を合わせ防空に当たると書かれていた各家庭では防火層に水を蓄えておくこと砂か土を用意しておくことむしろかますやバケツひったたき飛び口ひしゃくなどを用意することが決められていた 防空炎症に出ないと非国民と非難されることもあった。モンペと防空頭き戦時中の服装は国民が常に着るものとして、1940年に決められた大日本帝国国民服例により、軍服地に似ているカーキ色に統一された。 男性は小国民と言われた小学生を含めて、カーキ色の国民服とゲートル、国民帽。女性は厚生省で決めた標準服があったが、モンペを着用する人が多かった。モンペは東北での農村の仕事着であったが、やがて全国の女性の普段着となった。はじめは防空演習の時に着て出る服で、 着物の上に着ていたが、やがて肌着の上に直に着るようになって、その頃からスタイルも工夫をされ、スマートになっていった。生地は木綿が中心であったが、よそぎにまで使われるようになると、銘線などの門辺を出てきた。戦時中の統制された中で、せめてものを女性のおしゃれでもった。奉公図金は昔の 家事にヒントを得ているこれも防空演習の時の女性の服装であったがいつの間にか男性や子供のものになっていったそれというのも防空頭巾は空襲での火の粉や爆弾の暴風や破片などを防ぐもので鉄かぶとのような役目をしていたからである冬は防寒棒としても役に立った いずれにせよ戦時中は服装まで同棲されていた。